はい、皆さんこんにちは、池新です。今日はね、福岡県にある宝満山という山を歩こうと思ってやってきています。で、この宝満山はね、標高500メートルぐらいの、まあ、いわゆる低山なんですけど、山頂の少し下にね、宝満山キャンプセンターというテント場があるので、今日はね、ちょっと大きめの荷物でテント泊で楽しみたいと思います。まあね、日帰りでも十分周回できる、まあ、コースなんですけど、そこをね、さらにのんびりテント泊で過ごすという贅沢な、ね、時間の使い方、楽しんでいきたいと思います。はい、それではね、今から入っていきますので、よろしかったらね、今日も僕の山歩き少しだけお付き合いください。それじゃあ行ってみましょう。スタートです。あ、違った、さあ行こうやったね最高。さあ、宝満山までは 2.8 キロ。距離はそんなにないですね。さあ、宝満山への登りはね、整備されてますけど、こういうね、石積みの階段、これが多いので足に来ますね。覚悟していきましょう。さあ、それじゃあ登っていきますよ。今日はね、宝満山です。で、この宝満山ね、さっきも言った通り500メートルぐらいの低山なんですけど、これ、ね、地元福岡の方にはね、すごく人気の山ですね。まあ、関東でいうところの高尾山、関西でいうところの金剛山とかね、そんな感じで、初心者の方からね、ベテランの方まで頻繁にね、登られる、そういうね、すごく人気の山ですね。はい。で、僕もね、この宝満山初めてじゃないんですけど、何度か登ったんですけど、正直言ってね、僕の印象はきつい山ですね。はい。登山道ね、よく整備されてるんですけど、途中とかね、ずっとあの石積みの階段が続くので、ずっとね、登らされる感じ。僕が好きなね、このフラットゾーンが結構少ないんで、結構しんどい山歩きですね。はい。まあ、今日ちょっとね、荷物も大きいんで、重いんでというのを言い訳にね、コースタイム無視でのんびり行きたいと思います。今日もね、のんびりですよ。さあ、行きましょう。あ、そうだそうだ、今日はね、3月の30日、木曜日の平日なんですけど、やっぱりね、さっきも言った通り、すごく人気の山なんで、結構ね、登山者の方、たくさん今からね、登る方も多いですね。山頂までのね、コースタイムが、片道で2時間から2時間半ぐらいだったと思いますね。はい、行ってみたいと思います。もうきついわ。おいおい。整理されてるでしょ。ずっと登るんですよ、ね、フラットゾーン少ない。さあ、登山道を淡々と登ってきましたけど、何度かね、3回ぐらいかな、こういうコンクリート舗装路と交差しますね。お、桜が見事。お、春らんまん。はい。で、ここまで、ね、車で来ようと思えば来れると、そういう感じみたいです。はい、引き続きね、ほら、石段登っていくぜ。きついんだこれが。ね、このかまど神社をスタートして、もう 1.3 キロも来たのかな。で、このね、今林道終点、ここまでね、車で来れるみたいですね。で、残り宝満山まで 1.8 キロ。さらにね、ここからも登っていくよ。おじさんファイトや。地図で見るとこんな感じで、ここにね、かまど神社に車を置いてこう登ってきました。で、今ね、この現在地、林道終点、これは宝満山ですね。で、そのすぐ下にね、キャンプセンターがあるので、今日はここでテント泊と、そういう感じです。で、明日はね、もうピストンで帰ってくるのか、少し先のね、この三軍山っていうのがあるので、ここまでね、足を伸ばして違う方に下るか、ちょっとね、明日の朝考えたいと思います。さあ、さっきのね、林道終点から100メートルぐらいかな、登ったら1の通りですね。桜がね、ほんと見ごろよ。はい、この鳥を過ぎてもね、まだまだ登るぜよ。頑張らんば。さあ、宝満山はね、この石積みの階段が続くんで、ちょっと苦手なんですよね。ただね、福岡の人にはね、すごく人気ですね。ほんと平日なのに、登山者の方もね、たくさん多いし、春休みっていうこともあってね、
お子様連れもたくさんです。さあまだまだやな。さあ登山道をスタートして1時間ぐらいかな。距離としては残り 1.4 キロ半分ですね。もう少し行くと水場があると思います。さあ登山道に入ってちょうどね1時間ぐらいで、距離を見るとね残り 1.4 キロなんで半分ぐらい来た感じですね。相変わらずね登りっぱなし頑張ってます。もう少ししたらね水場があったと思うので、そこで少し休憩しようかなと思ってます。よいしょ。ああもうね汗だく、発音がおかしかね、汗だくです。よいしょ。まだね登りがずっとこんな一連なんですよね。頑張る。さあ水場が見えてきましたね。ここでねちょっと一息つきたいと思います。距離でちょうどね中間地点ぐらい。さあ水場ですね、しっかり水出てますね。はい、それでちょっとね休憩したいと思います。おー生き返る。いや今日ねさっきも言った通り3月30日なんですけど、もうね九州すっかり春という感じですね。で今日ね登山口に入る前に車はね一つ下の竈門神社というところに置いてきたんですよね。でその竈門神社の境内を抜けてねちょっとお参りなんかもして登山口に向かったわけですけど、もうね竈門神社なんか桜がね超満開、ハラハラこう花びらが落ちる感じなんかがねめっちゃ良かったですね。はい、めっちゃ気持ちいい季節になりました。もう皆さんもねお弁当なんか持って山に出かけてみてください。まあ別に高い山じゃなくても近くの山でもねすごく気持ちいい季節だと思いますんでおすすめです。とにかく山は最高。残り半分頑張ってるぞ。さあ下にしだ。よいしょ。さあさっきのね水場で顔を洗ったり少し休憩してね行き帰りはしたんですけど、またねリスタートしたらすぐこんな一段なんですぐくたびれます。さあコースタイムね、ヤマップのコースタイムでは山頂まで残り1時間ぐらいかなになってますので頑張っていきたいと思います。もう春の日差しがいいね、最高。さあずっとこんな登りでね正直言ってきつい。荷物もでかいしね重いし結構くたびれます。いやー正直言ってね結構登りがきついね、足腰やられます。さあもうちょっとね頑張っていきます。はい、5合目に来たらねちょっと展望が開けましたね。博多の街が見えます。で今日ね天気悪くはないとけど春霞っていう感じですね。遠くはちょっと霞んでる感じです、ね、奥の方はね玄界灘、博多のね高層ビルが目では肉眼では見えてる。さあそこそこね足腰来たところで百段岩木ですね。これがねざっくり100段ぐらい続くみたいです。うーめっちゃきつそう。さあ百段岩木というね名前が付けられたポイントですね。ざっくりね100段石段が続いているという感じです。もうねここまで来るのにも十分ね足腰やられてるんでめっちゃきついです。本当はね登山系 YouTuber ならねカメラを置いてさ延々と登る後ろ姿撮らなきゃいけないんでしょうけど、今日はやめときます。後でね後悔しそうだけ。
よいしょ。いやー本当ね、宝満山はずっとねこういう石段が続くんでね、結構鍛えられるんですよね。ここをね週1ぐらいで登ってるとかなりトレーニングになるんじゃないかな。さあもう少し頑張る頑張る。いや百段関係はね無事に登り切ったんですけど、その後もね結局はずっと一段続くんでね、死ぬまでガンギーみたいな、どこまでも続く石段です。もっと鍛えられるわ、宝満山なかなかねやられます。あで途中最初にね宝満山500メートルくらいの低山と言ったんですけど嘘でした。見たらね830メートルくらいあるみたいですね、はい、どっかね別の山と勘違いして平気で嘘を言ってましたね。失礼しました。いやーほんとね一段続くよね、まだまだ続きます。さあ時刻が14時33分ですね。ちょっと開けたところになるんですけど、これ中宮跡ですね。うん、少しね開けた数少ないフラットゾーン。よし通過していきます。お花が綺麗。さあ宝満山の山頂はねもう少しなんですけど、こういうねでっかい岩が出てきましたね。ちょっと見づらいけどね、岩肌には盆地がね刻み込んだりされてるみたいですね。さあもう一頑張りだ。岩がでっかい。いやだいぶね登ってきましたけど、最後の最後まで山頂のねギリギリまで登りですから、はい、もう少し頑張っていきます。ほんとねもう目の前です。いやーやってきました。いよいよねこの石段、この階段18段ありますけどね、これを登りきると宝満山山頂上宮があります。よいしょ。さあラストね、めっちゃ急な階段ですけど、これを登ると山頂です。来ました。よいしょ。着いた着いた。時刻がね15時13分、宝満山山頂やりました。さあやりました。宝満山最初ね500メートルくらいの低山って言ったけどね嘘でしたね。829メートル、やりました。山頂です。ちょっとね、一息ついて、下のね、キャンプセンターに行きたいと思います。まずは山頂ね、やったぜ。さあ、山頂にはね、こういうお社があって、振り向くとね、福岡の街が、まあね、霞んでるけど、見えます。最高。さあ山頂のね裏手に回って親父の裏からね見ると、この後向かうねテント場、山小屋が見えますね。さあ下っていこうかな。さあさあそれじゃあね、山頂で少し休憩できたので今日のねテント場、宝満山キャンプセンターの方に下っていきたいと思います。もうね少しあの山小屋の屋根が見えてたりしてるするんですけど、ここからね 7,8 分下っていったところという風になります。はい、気をつけて下っていきます。ね、下りがね、いきなりこんな急な階段ですよ。いやいや、さっきのね、あの急な階段、あれがね、幅が狭くて結構危険ですね。で、あれ下ってきたらね、少しだけ鎖場があったりしますね。はい、ゆっくり行けば大丈夫でしょう。気をつけていきます。さあ、山頂からね、階段と岩場をね、鎖場を下ってきました。で、この後ね、キャンプセンターに向かうわけですけど、このキャンプセンターね、僕、
実際ね泊まるの初めてなんですよね。でこの宝満山からの下りでね通過することはあるんですけど、初めて泊まるんですごくね楽しみですね。でトイレとかね水場、あとね山小屋、無人のね山小屋はあると思います。でテント場もね結構広めで綺麗に整地されてると思うので快適なんじゃないかなと思います。はい、とにかくね初めてのテント場で泊まるのね結構ワクワクですね。はい、行ってみたいと思います。ワクワクです。いや、さっきのね階段と岩場、あれを下ったらねもうすぐキャンプセンターでしたね。はい、山頂からね本当もう 5,6 分で着く感じです。はい、こんな感じね、かなり開けています。今のところねテントは誰もいらっしゃらないですね。この後誰かいらっしゃるのかわかんないけど、今のところね僕一人です。おー、いいテント場ですよ。綺麗綺麗ね。こんな感じ、テーブルやねベンチもあって、まあ無人ですけど山小屋もあって、その奥にトイレですね。はい、で下はねこんな感じ、ふかふかだからね快適だと思います。はい、時刻がね15時40分ですね。無事にテント場に着きました。宝満山キャンプセンターですね。いやー結構ね荷物が重かったっていうのと、ずっとね宝満山山頂まで登りっぱなしだったんで結構足にこたえました。はい、でちょっとね今からテントを建てるんですけど、その前にちょっとねこのキャンプ場テントサイトどんな感じか見て回りましょうかね。はい、ちょっと紹介したいと思います。はい、まずね結構綺麗に整備されて芝になっていて、周りにはねテーブルやらベンチがあります。で山小屋ですね、一応ね無人なんですけど宿泊もねできるみたいですよ。いろいろね使用上の注意とか書いてありますね。ちょっと覗いてみましょうかね。このテラスにもベンチがあったりしてよく整備されています。ね、両外院山荘と書いてありますね。はい、開けますよね、自由に入らんね、閉めんといかんない。開けるとこんな感じで、宿泊一応ね協力金という形で宿泊500円、休憩50円、ね、下に料金箱があります。ここに入れるようにするんですね。で中を見るとね土間になっていて、板張りですね、結構広いですね。で綺麗に掃除がね行き届いてますね。いざとなったらねここに避難するのもいいんじゃないかなと思います。で山小屋のね外に出てもうほんの 4,5 メートルぐらいかな、バイオトイレですね。ここに多分1回50円ご協力お願いしますという感じじゃないかなと思います。でちゃんとルールを守ってね使いましょう、ね、トイレットペーパー以外は使用しないでくださいという感じです。中覗きますよ、ね、こんな感じです。ちゃんとねトイレットペーパーもありますよ。綺麗に使いましょう。でトイレはね男性用女性用別々ですね。でそのトイレの脇をしばらく進むとおそらくね水場があるんじゃないかなと思いますので行ってみましょう。はい、山小屋の前トイレ脇を通過してね 2,3 分歩いたかな、水場ですね。あ、しっかり出ていますね。よかったよかった。はい、こんな感じでね水場ちゃんと出ていました。はい、それではね、天場の様子、水場とかね、トイレとかも確認できたんで、ゆっくりね、テントを張ってくつろぎたいと思います。今日もね、テントはパーゴワークスの忍者テントですね。これを持ってきましたんで、設営したいと思います。さあ、バッチリね、今日も忍者テント張れましたんで、今からねのんびりまったりしたいと思います。さあとりあえずね寝床の準備、テントの中ね寝床の準備バッチリできたのでご飯の準備にしたいと思います。まずはね今日お米をご飯を炊くので米をね水に浸したいと思います。で浸してからねちょっとまずは乾杯したいと思います。で今日使うクッカーですね。今日はねパーゴワークスから最近出たねトレイルポットやったかな、
このお鍋と蓋とフライパンのセットね、これでやりたいと思ってます。今日もねうまいもん作るぜ楽しみ。自画自賛のねうまいもん作ります。さあお米をね漬け込んだのでしばらく時間があるんでね、まったりしたいと思います。まずは乾杯ですね。ビールです。これ実はね今日登山口で僕の視聴者さんがちょっとねお土産を渡したいということでお会いしたんですよ。でねこのビール今日1本だけ持ってきましたけど、ビールのね6本パックと秘密兵器、僕が大好きなジャックダニエルスリボンまでかけていただきました。他にもねあのおやつとかねいろいろたくさん今日持ってこれないぐらいいただいて本当ありがとうございました。はい、まずはねビールで乾杯したいと思います。さあじゃあいいですか、プシュッといきます。プシュッと、おお、さあお疲れさまでした。うまい、うまいです歩いてきてよかった、しみじみ、めっちゃうまいわ。さあ酔っ払ってね手元が怪しくならないうちにね、晩ご飯おかずのね試食をしたいと思います。豚ローススライスね、これをね生姜焼きにしようと思ってます。あ、ちなみにね今テント場の気温がね見えるかな、 16.7 度、かなりね過ごしやすい感じですね。でシュラフはね今日はモンベルのあのダウンハガーの3番っていうのを持ってきてるんですけど、もし夜中に寒かったらダウンパンツとかね履いたりするかもしれないですけど、多分いけるでしょう。はい、気温はね16度から17度そんくらいのコンディションですもうねだいぶ口が回っとらんやろご飯の準備にしようかな、まあ、さっきも言った通りね今日ご飯を炊きますんで、これでね今から先にご飯を炊きたいと思います。でご飯を炊いて蒸らしてる間に生姜焼きを作ると、そういう段取りで進めます。さあパーゴワークスのトレイルポット、今日箱から出してね初めて使うわけですけど、上手にできるかな。はい、まずはねグツグツしだしつまで強火でねやっていきます。でほらだいぶね湯気が出てきたよ。これでね15分ぐらいこのままかな。さあ蒸気がね出なくなってきましたね。これでほぼ出来上がりだと思います。じゃ火を止めてね10分15分ぐらいかな蒸らします。手料理興味あるのか。ネギ半分入れます。麹火を弱めました。焼けてきたところでタレ投入、もう出来合いのねタレです。生姜焼きのタレ、これを入れます。たっぷり回しょう、たっぷり入れて美味しく仕上がよう。できたな、あとは盛り付けて完成だ、ね、おじさん食堂の豚の生姜焼き出てましたうまいはずやろこれ。すごいね。じゃあご飯ね、まずどうかな。じゃじゃーん、こんな感じ。ほら、いわゆるカニの穴みたいなのできてるじゃん。あそこがね少しおこげになってるけどいいじゃないですか。さあそして生姜焼き盛り付けていきますよ。何枚やってやこれ、めっちゃ多いやん。はい、おじさん食堂の生姜焼き定食ね、ナスのお味噌汁に生姜焼き、野菜たっぷり、そしてご飯ね、いただきましょう。はい、それじゃあね、いただいていきましょう。おじさん食堂の塩焼き、めっちゃうまそうやもん。食べるぜ。はい、じゃあね、まずはご飯から。少しおこげがあるけどね、大丈夫でしょう。正直言って少しねパサパサしとる火加減が悪かったかな。そして生姜焼きを、今日はこれがメインやっけんね。
いただきます。いただきます。うまい。めっちゃうまい。最高。これね、控えめに言って最高。ね、シンプルに玉ねぎとね、豚肉、おいしい。幸せ。今日ね、これお肉ね、350g ぐらいあるんですよ。これめっちゃ多いね、1人分、2人分ぐらいあると思うんですけどね、ペロリといっちゃいそうです。お腹がね、お腹がね、出っ張るのは気にせず食べちゃいましょう。まあ野菜も食べよってね、プラマイゼロやろうね。あ、気温がね、さっき16度17度だったのが今ね13度ぐらいまで、少しねやっぱ日が沈みかけて下がってきましたね。夜中がどうなんだろうな。今日モンベルの3番持ってきてるけど、まあ大丈夫だと思うんですけどね。お肉出すと結局ね全部食べちゃった。完食2人分ぐらいあったと思うけどな、食べました。めっちゃ美味しかった。生姜焼きね、簡単にできるし超おすすめですよ。で、山を歩いてほら疲れた体、筋肉をねこう回復させるのにもアミノ酸っていうの豚肉はいいと思いますからね。うん、最高。ごちそうさまでした。最高やった。おじさん食堂最高。さあ時刻がね18時半、気温がね11度くらいまで下がってきましたね。もうしばらくしたらね、この跳ね上げているこの前室の部分クローズしたいと思いますが、まずはねしばらくこのままやりましょう。というわけで寝るには早い剣がジャックいただきます。ほんとねありがとうございます。で、今日ねいいグラスを持ってきてなかったんで、シェラカップでいただきましょう。このね最初の音がいいよ、このトト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 ってこの音がね好きです。じゃあいただきます。今夜もいいヘベレケになります。最高。ああ喉をねジーンと熱くしながら下っていきます。最高よ。もう快適快適、めっちゃ気持ちいいわ。もうこのまま寝ちゃうよな。いやーほんとね、宝満山いい山歩きでした。最高やった。これ毎月宝満山とかしたら体力つくやろうな。気持ちよくなってきた。もう寝ちゃいそう。おやすみなさい。もう一口飲んでねっかなもう一口が多いの。結局ねあと一口あと一口でね全部飲んじゃうことが多いけどね、ありったけ今日はね抑えて抑えていこうと思います。あ、結局ね天馬は僕一人かなと思ったら、 僕が後にね一組ご夫婦だと思うんですけどいらっしゃいましたね。ほんといい気色。寝よっかなまだ7時前よ。ちょっと読書をしながらね、ゴロンと横になりたいと思います。今夜も最高。